ふんどしふんどし男のふんどし、エッチュー一本男のふんどし、おっしょっ幻想郷のオスヤロども、準備はいいか。今日も森近凛之助様がてめえらに男気というものを教えてやる。お題はもちろん野郎の推理、実況は私冷泉うどん芸人稲葉がお送りいたします。それじゃ一丁男になってやろうじゃねえか。ちょっとなんでふんどしになるんですか。今剥ぎ取ってきたツヤロウのふんどしから野郎汁を絞り取る。うわ、汚いもん、何でやってんですか。次はこれ、米の粉漬け。南蛮渡来の材料なんかは軟弱だろ。これをもちろんさっきの汁と混ぜる。うわ、どぎつい色してますね、それ。そしたらとにかくこねる。音が高くて裏切る。この汗が隠し味なんだよな。愛情注入。予想通りというか、なんか酸っぱい匂いしますね。いいお酢の香りがしてきたな。さて次はこいつを発酵させるぜ。もちろん脇に挟んで人肌が酵母大活躍ってわけ。酵母とか想像したくもないですよね。時間です。第1問、幻想郷一スイーツ作りのうまい人は。当然俺、森近凛之助様だ。え、第2問、幻想郷一ふんどしの似合う人は。俺だ、俺しかいない。みんな納得いかないけど、ありがとう。結局発酵はどうなったんでしょうか。焦るんじゃねえ若造。ほれ、どうや。黒、うまそうだ。明らかに本能が警告するレベルでヤバいですよねこれ。あとはこいつを松明の火でこんがり焼いたらおしめよ。煙ヤバいですね。ほれ、コリンまんじゅう略してコマンできあるじゃ。意外と美味しいかも。